塩釜駅。塩釜駅は、宮城県塩釜市東玉川町にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本東北本線の駅である。東駅松島駅間は、東北本線全体で最も長い区間である。松島駅高城町駅間の支線を経由する、仙石東北ラインの列車は、東駅を列車運行上の分岐駅としている。漢字表記は、 塩釜市内にある塩釜神社とも氏名の塩釜とも異なり、塩釜が正式である。東北本線の前身である日本鉄道は福島県から宮城県にかけての鉄道建設にあたり、必要な資材を塩釜港へ船で輸送して、そこから鉄路を付設した。そのために福島県の郡山駅から宮城県の塩釜港に至る。 鉄道路線が形作られ、この区間が1887年、明治20年12月15日に開通した。この時、鉄道資材が荷上げされていた、塩釜港には、塩釜駅が置かれた。この塩釜駅は、現在の塩釜駅とは異なるもので、その位置は、現在のンタウン塩釜が,まがある場所にあたる。日本鉄道はさらに青森へ向けて、鉄道の建設を進めるが、その際、 岩切駅から分岐して北上する経路を取ったために岩切駅から塩釜駅までの区間は支線となった。後にこの区間は塩釜線と呼称されるようになる。東北本線を塩釜に引き込もうとする運動は昭和の初め頃から行われていた。塩釜町長を会長とする岩切松島間鉄道線路編後期制同盟が結成され宮城県出身の衆議院議員。 森谷秀夫がこの件を国で県議した。これには、リフ駅及び旧松島駅周辺住人の反発があり、この構想はすぐには進展しなかった。太平洋戦争が勃発すると、鉄道の輸送力増強が求められるようになり、それに合わせて、リフ村内にあった東北本線の急勾配の解消が図られることになった。鉄道省は当初これについて、 若干の経路変更を含む勾配の切り下げを計画し、測量を行っていた。一方、この時、衆議院議員から初代塩釜市長に転身していた森屋は、鉄道大臣である八田義明や海軍将校である星名善史郎に掛け合って、塩釜を経由する新鮮の建設をもって、鉄道の輸送力増強とするよう協力を求めた。そして、 陸前山王駅から塩釜を経由して、市内沼駅に至る新路線の建設が1943年、昭和18年4月に決定、即時に着工された。この新線の建設にあたっては、新線が塩釜神社の境内の地下をトンネルで通過することについて、神社と内務省が難色を示すという一幕があった。が説得に回り、これに合わせて、 塩釜市は神社に対して、市有地6700平方メートルを寄進した。また、塩釜市民が鉄道建設工事金法台を結成して、軌道の砂利を敷くなどのロームを提供し、1944年、昭和19年にこの新線は開通した。この新線は、東北海岸線あるいは、海線と呼ばれた。ただし、この時は、線路が開通しただけであり、駅はなく、 貨物列車がここを走行した。塩釜市議会は1947年、昭和22年に東北海岸線の複線化と駅の設置を議決し、塩釜市がこの県を仙台鉄道局へ陳情した。1956年、昭和31年、東北海岸線が山線と通称されたリフ駅周りの急線に代わって、東北本線のメインルートとなることになり、 この時に東北海岸線に塩釜駅が開設された。これに合わせて塩釜線の塩釜駅は塩釜港駅と名を変えて旅客扱いを廃止した。一方で山線は岩切駅と利府駅の間を残して1962年昭和37年に廃止されることになる。塩釜駅開業当時この駅は市民から新駅と呼ばれた。新駅は 塩釜市中心部から山を越えた先にあって、当時その周辺には田畑が広がっていた。高度経済成長期を経て、駅の周辺は住宅地に変貌したが、塩釜市の中心部の地位は、塩釜港に隣接する仙石線の本塩釜駅周辺のままである。東北新幹線開業までは、数多くの特急列車や急行列車が通った東北本線で、 塩釜駅は主に急行停車駅だった。1971年、昭和46年から1975年、昭和50年にかけては、仙台駅と秋田駅を結ぶ特急オバが停車していたことがある。2011年、平成23年の東日本大震災で普通となっていた仙石線の高城町駅陸前、小野駅間の復旧工事の終了に時期を合わせて、 塩釜駅分岐点は松島駅構内扱いと高城町駅を結ぶ仙石線東北本接続線を設け仙石線の石巻駅方面からの列車を東北本線に乗り入れ仙台駅まで直通させる計画が持ち上がり2015年平成27年5月30日から仙石東北ラインとして運行を開始した開業にあたっては 東気上の接続線分岐駅である、松島駅に接続線経由列車の乗降設備が設けられないことから、塩釜駅が列車運行上の接続線分岐駅となるが、塩釜駅松島駅間には区間外乗車の特例が設定されている。島式ホーム1面2線を有する地上駅である。崖に駅舎があり、ホームは駅舎からやや高いところにある。 いわき駅が管理し、JR 東日本東北総合サービスが受託する、業務委託駅。緑の窓口、自動券売機、自動改札機、自動生産機、ニューデイズ設置。JR 東日本によると、2018年度、平成30年度の1日平均乗車人員は2805人で、ある、F グループイコール利用客数ネームイコール、パッセンジャー。 2018-04? レフ。近年の推移は以下の通りである。駅西側は崖である。塩釜市役所などがある。塩釜市街地は、仙石線本塩釜駅の方が近い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。